嬉しいなと思って今日はこのステージに嬉しく立たせていただくことになりました。今日も一つの思い出として楽しいクリスマスを過ごしたいなと思っています。いっぱい今日はいろんな豪華出演陣の方が出演されますけども堪能してくれたら嬉しいなと思います。後ろの皆さんも前の皆さんも今日は素敵なクリスマスに素敵な素敵なクリスマスに一緒に作り上げていきたいなと思います。楽しんでください。どうぞよろしくお願いします。イベント参加させていただいて本当に嬉しく思うんですけども、このきっかけとなったのがね、今日も、この後に出演されるあるじさんのたくさんに、はい、やくも祭りでお会いして、初めてお会いして、でその時に声をかけてくださって、それでそのあるじさんのたくさんの出会いがな、その時に声をかけていただけなかったら今日皆さんとお会いできなかったし、この素敵なステージで
立たせて歌わせていただくこともなかったので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。この日をすごく楽しみに来たんですけども、やっぱり男性陣の出演の方が多いので、見る限り結構男性の方も多いですけど、女性のお客さんの比率が高いなと思いながら歌わせていただきましたけども、そのね、今日は今日の夜は帰らないぞなんて言ってた隣の男性陣が2名おりまして、今日はその2人を自己紹介しようとさせていただこうと思うんですけども、今日はね、帰らない意味わかりますか？可愛い女の子を連れて帰るまで帰らないって言ってたんですよ、お昼ね、そういう意味言ってたのに いや何こステージのみんな言ってないよ、そんなの。そういう意味だったんだ。あじゃあメンバー紹介したいと思います。今日ギターサポート弾いてくださっているコウジさんです。拍手。せっかくなので、ね、男性からモテてますけど。いや、非常にモテて嬉しいです。彼女募集中です。なんでシーンってなるんですか。じゃあ次、作詞作曲、私の歌をね、作ってくださっている P さんです。プロデューサーの P さんです。イエーイ。どうぞ、なんか一言。クリスマスかわいい。なんで照れて隠れて。今年の2013年はいろんな高校とか大学の学園祭と出演させていただいて、だんだん私のことを宝ちゃんって街中歩いてても、あ、宝ちゃんだって声かけることが増えてくるようになって、本当に嬉しいなと思ってたんですけど、今日皆さんに聞きたいなと思うんですが、私のこと名前でもいいです。今日初めて逆にしようかな。知ってたよって方、名前だけでもいいですよ。聞いたことがあるよって方、ありがとうございます。よかった、少し言ってくれた。実はこの松江テレサで歌わせていただくのは私今日初めてで、来るのも初めてなんですよ。だからこんな綺麗なイルミネーションとこんなおしゃれな建物が、あったなんて、山陰に住んでいながらもこんな素敵な場所があったなんてと思いながら、今日は終始興奮しているボーカルの藤本、シンガーの藤本宝です。今日はこの3人で皆さんと一緒に楽しいクリスマスを割り上げていきたいなと思います。よろしくお願いします。松江といえば、私松江レディースハーフマラソンという国際マラソン毎年開催されるんですけどね、そこのタイアップソングに使わせていただいた曲が2曲あるんですけども、その曲を次エクシードっていう曲なんですが、聴いていただこうかなと思います。すごく歌詞が前向きになれる、今の、自分のね、前向きになれるプラスになれる曲なので、歌詞に注目して聴いてほしいなと思います。それでは聴いてください、エクシード。Thank you.
ったり、ライブは盛り上がってなんぼだと思うので、皆さんに前の皆さん、後ろの皆さんの声を聞かせてほしいなと思います。声を出してね。準備はいいですか？せいけー。後ろの皆さんもせいけー。もうちょっと頑張ってください。せいけー。 OK。 後ろの皆さんもみんなですよ。メリー。じゃあ私が言うことに大好きって言ってくださいね。松江テルサが OK。 クリスマスがボイスが。ありがとう。次の曲は私がせーのって言ったら大好きって言ってほしいボイスを歌わせていただきます。よかったら皆さん手拍子をお願いします。まだ風船を受け取ってない方、よかったら前の方に来てどうぞ一緒に歌ってください。歩くいつもの道を できればみんなに、数を限られてますけどね、受け取ってほしいなって思います。はい、注文山下達郎さん、うん、それは後ほど私とカラオケに行ってダムで歌いましょう。また、
声かけてください。ありがとうございます。いや嬉しいですね、こうやって声をかけていただくの。ありがとうございます。藤本宝って言います。名前だけでも覚えてくれたら嬉しいなと思います。山陽拠点にいろんな場所でこれからもどんどん活動していこうと思うのですけども、私来年1月3日で成人式新成人を迎えます。ありがとうありがとう初めて見る方はびっくりされますけど、いつもねこうやって応援してくれる方がいるから頑張れるんです。私本当に皆さんの温かく、何苦笑いしてるんですか温かい皆さんの笑顔と声援で、2年間、今アーティストとして活動して2年目が終わろうとしています。来年成人式を迎えて、3年4年5年ずっと皆さんに覚えていってもらえるような、そんなアーティストにこれからも目指して頑張っていきたいと思います。実はですね、次の1曲で私は最後の曲になります。ありがとう、いつもいつも、ねえ、声援で風船が割れる声で声で、じゃあちょっと最後に2人からメリークリスマス一言を喋ってほしいなと思うんですけど、残り1曲なんで何としたなんで避けるんですか。最後の一曲だから、今日の皆さんに一言やっぱメリークリスマス一言っていうのがよくわからなくて、ウィキペディアとかに載ってんのかなと思って、誰かちょっと調べてもらえる人いますかね最後の一言それで終わっていいんですかね、メリークリスマス一言って言った自分も意味分かってませんだけど最後にみんな一言、みんなこんなにもたくさんのね、可愛らしい女性陣の方と男前のダンディーな男性陣がこんなにも勢ぞろいだから、なんで一歩ずつ遠のいていくんですか、コーチさん今年のクリスマスが皆さんにとって最高のクリスマスになりますように真面目このクリスマスが皆様にとって最高のクリスマスになりますように。ダメ？ダメか同じだ滑ってる、はい、ささっと最後の一曲歌わせていただきますどうも本当に皆さんありがとうございました。まだまだ出演陣の豪華出演陣の皆様と一緒に楽しんでこのクリスマスイベントを盛り上げてほしいなと思います。藤本宝でした。最後の一曲 With You。 君に出会えて本当によかった、これから恋は動き出す、
きてしまったかな、傷つけたのかな、でもいつも君はいてくれた、何も言わずいてくれた、決して離れないように包み込む、君に出会えた皆様、改めまして、メリークリスマス。